フライドコークは、凍らせたコカ・コーラ風味の生地を油でたっぷり揚げた後、コカ・コーラのシロップ、ホイップクリーム、シナモンシュガー、サクランボをトッピングしたもの。2006年テキサス州のステートフェアで発明家、アベル・ゴンザレス・ジュニアにより考案された。ゴンザレスは、後のテキサス州、ステートフェアで揚げバターや揚げビールも作っている。この調合は、 食品のベンダー間で行われた第2回年次審査で、モーストクリエイティブというタイトルを獲得した。テキサスで非常に人気となり、最初の2週間で1万カップを売り上げた。他の州にも急速に広がり、2007年には少なくとも47の州のステートフェアに出た。現在では世界中で売られている。2009年、トラベルチャンネルのビザール・フーズ・ウィズ・ d s w i t 自慢で、 紹介された。推定カロリーは1カップあたり830カロリーである。2006年に考案されてから様々な種類のソーダやトッピングを用いた他のバリエーションが出ている。2007年のインディアナステートフェアに関するニューヨークタイムズの記事では油で揚げたペプシを革新的と述べている。このバリエーションではボールに爪楊枝が添えられドーナツの穴のような味だが 潜在的なペプシが顕著であると書かれている。シナモンシュガー、パウダーシュガー、ホイップクリームが添えられていた。ありがとうございます。